そうだな、斧自分を動物に例えると、なんか猫って言われます。はい、頑固って言われるんですけど、ポーカーフェイスで自己紹介、ゆうかわれいなです。高校3年生17歳です。セリフが飛んでしまった、どう切り抜ける。あー、私はなんか、どうだっただろう、待って、どうだっただろうって思います。この流れを、話を流れを、劇団アイドル50歳と体を表現して、はい、つい送ってしまうスタンプは、なんかこうペコリっていうスタンプです。コニーちゃんの小さな自分を教えて、なんだろうな、なんだろう、全然わかんない、これだけ許せないと思うことは、なんだろう、わかんない、恋をするとどうなる、キュンキュンします。私は人生で一番染みた曲、そうですね、清水翔太さんとかの曲好きです。私最近劇団で流行っている曲ことは、そうだな、なんだろう、みんなとご飯行くことかな。メイクする時のこだわりは、アイシャドウ濃く塗りすぎないとか、友達っていいな、どんな時に思う、そうだな、一緒に遊んでる時かなあなたに足りないものは、いっぱい本当にたくさんある、無人島に一つだけ持っていくなら何、そうだな、斧直感タイプ、倫理タイプ、わかんない、直感かな、料理のさしすせそ、好きな麺類は、普通にラーメンかな、あ、でもそばも好きです。早口で5回言ってください。アンドロメダザだぞ、アンドロメダザだぞ、アンドロメダザだぞ、自分を叱って、いやもう本当にそう、カメラに向かって決め顔お願いします。熱しやすくて冷めやすいタイプなんです。音と人をつなぐ場所、 M1 ミュージック。